古学坊監視古学坊は、室町時代後期から、戦国時代にかけて、下宇佐国古川を本拠とした、関東、足利市。京都区4年、第5代鎌倉区房足利重義氏が鎌倉から古川に本拠を移し、初代古学坊となった。その後も、正氏、高本、春氏、吉氏へと、約130年間引き継がれる。五所は主に、古賀城。古学坊を、 鎌倉久保の着流とみなし、両方を合わせて関東久保と呼ぶこともある。古学久が成立した京徳の乱は、応仁文明の乱に匹敵し、関東における戦国時代の幕を開ける事件である。それまでの政治体制が大きく動揺し、新興勢力の後北上氏が台頭する縁因ともなった。従来、関東における戦国時代については、 後方上氏を軸にして捉える傾向が強く、後方上史以前の実態には関心が比較的低かった。しかし近年の研究により関東諸豪族から鎌倉公方の着流とみなされた古学坊を頂点とする権力構造が存在したことが明らかになっている。後方上氏の関東支配は古学坊体制に接触し、 その内部に入り込み、やがて体制全体を干骨だったい。自らの関東支配体制の一部として包摂する過程であった。上は五年、室町幕府は関東分国統治のために鎌倉府を設置した。関東分国には、上野国、下付国、日立国、武蔵国、上佐国、下宇佐国、安房国、相模国、模国伊豆国、海野国が含まれ、後には、 道の区国、では国も追加された。鎌倉府は、鎌倉公方と、その補佐役である、関東官令、諸国の守護、武行衆、方向衆らで構成された。鎌倉公方は、室町幕府初代将軍、足利尊氏の次男、足利元氏を初代とし、氏光、光兼と継承されたが、次第に幕府から独立した行動を取り始める。影響11年。 第四代鎌倉久保、足利持氏と六代将軍、足利義則、関東官令、上杉乗りとが対立し、持氏が撃たれて、鎌倉府は滅亡した。翌年の影響12年、幕府と関東官令、上杉氏に反発する、有城氏ともをはじめとする諸豪族が持氏の維持、春王丸、安王丸兄弟を報じて、下卯佐の有城城に立てこもると、 これを、上杉清方が鎮圧するなど、不安定な状態が続く。影響の乱、有機合戦の結果、上杉氏は所領を拡大したが、逆に圧迫された伝統的豪族の反発は、後の対乱の原因ともなった。足利義則の死後、幕府は、持氏級信羅による鎌倉府最高の要望を受け入れ、文案4年に持氏の維持で、春を丸と、 安尾丸の兄弟の足利重氏が第5代鎌倉久保に就任した。幕閣内では全官僚の畠山持国の支援があり、上杉氏も新たな鎌倉久保が対立する諸豪族との仲介になることを期待した。なお、関東官令は上杉の利ざの子であるのりただに交代した。しかし、小山市、結城市、宇都宮市、千葉市、那須市、 小田氏等の伝統的豪族と、関東関連三内上杉家、大木谷上杉家との緊張関係は改善されず、法徳2年には、三内上杉家の火災、長岡家中及び大木谷上杉家の火災、大田助清が茂氏を襲撃する事件が発生した。難を逃れた茂氏は、両者の処分を幕府に訴えたが実現しなかった。徳元年、官僚が細川勝元にわると、 幕府の台東国政策も変化し、関東管令の取り継ぎがない書状は受け取らないなど、鎌倉久保に対して厳しい姿勢を取った。京徳三年、重氏による関東管令、上杉の忠の暴殺をきっかけとして、京徳の乱が勃発する。京徳四年、部外河原の戦い、小栗城の戦い等、初戦は、重氏勢が有利だったが、室町幕府は、重氏討伐を決め、 同年6月、上杉支援軍の今川則忠勢は、重氏が遠征中で不在となっていた本拠地、鎌倉を制圧した。重氏は、下佐の古川を新たな本拠としたため、これを古学坊と呼ぶ。教徳4年7月、元号が交渉に改められたが、重氏は改元に従わず、教徳を使用し続けたことから、この時に始まる内乱は、 京徳の乱と呼ばれるようになった。一方、長六二年、室町幕府は、足利正友を新たな鎌倉公方として投下させた。正友は、鎌倉へ行けず、伊豆の堀越を御所としたため、これを堀越公方と呼ぶ。以後およそ30年間にわたり、主に下野国、日立国、下宇佐国、上佐国、安保国を勢力範囲とした小学を、 伝統的豪族勢力と、主に、上野国、武蔵国、相模国、伊豆国を勢力範囲とした、幕府、堀越久保、関東関連山内上杉氏、大木谷上杉氏勢力とが、関東を東西に2分して戦った。初戦で不り取った、上杉勢は、伊香五人をはじめとして、川越城、岩月城、江戸城などの拠点を整備して、反撃に転じ、 長年にわたって、一心一体の戦況が続いた。しかし、文明8年、山内上杉氏火災の後継争いに起因した、長岡毛春の反乱が発生するなど、上杉氏内部の矛盾が大きくなると、ようやく機運が熟して、正氏と幕府との和睦が成立した、と非合体この和睦の結果、堀越久保は、伊豆一国を支配することとなり、実質的に重氏は、 関東区防の地位を改めて幕府に承認されたと考えられる。しかし、小学部と堀越区防の平立、山内、大喜谷両上杉士間の構想勃発など、不安定な状態は継続しており、重氏が鎌倉に戻ることはなかった。鎌倉は相模守護である大喜谷上杉氏の支配下にあったが、その後、永昇9年8月頃に伊勢総憂の支配下に置かれることになる。 京徳の乱の際に、足利重氏が新たな本拠地として、古川を選んだ理由としては、以下が指摘されている。重氏の移り座により、古川は第二の鎌倉、新たな東国の都となった。また、鎌倉府から継承された、政治、権力、組織を古河府とも呼ぶ。李氏朝鮮の新宿船が1471年に、記した回答諸国記には、 上ズ州にある鎌倉殿の居所が東都と呼ばれていると紹介されているが、この東都は古川を指すと考えられる。また、久保置家の武将も古川に出資することを鎌倉に出資すると言い表しており、古川が鎌倉として意識されていたことがわかる。町の様子は近世に大きく変わったため、現在は当時の面影が残っていないが、わかっていることはいくつかある。 古学坊御所の場所は、近世古賀城の本丸に該当していた。また、近世以前の欧州への古い街道が、古賀城内を縦断し、観音寺来るは、桜町来るわの場所に、宿場町があった。松陰市後には、文明年間に、上野国の岩松直順が古川に出資した時の様子として、居城の金山城から古川までは、利根川を船で往来したこと、御所には、 大きな、四足五門があったこと、御所の周辺に宿所と呼ばれる、家臣団の集落があったこと、座頭、舞、猿楽等の芸能集団が活動していたことなどが、記されている。また、第二代、正氏の時には、レンガ市の稲わ城県裁が久保家寺、田代三期の治療を受けるために滞在し、電柱で区会を開催した。古川には、鎌倉から多くの方向集や、 その他の家臣、僧侶、文化人が移住してきた。小賀城を中心に展開した城下町には、海鮮、陸運業、倉庫、金融業を営む特権商人、及びバグ作りなどの職人集団が住んでおり、経済、医療、技術、宗教、文化面でも、東国の最先端地に成長した。鎌倉の持っていた政治、経済、 文化面の機能を相当程度受け継いだと考えられており、中でも鎌倉府から継承された政治、権力、組織を小賀府と呼ぶことがある。小賀市域の寺社には当時の伝説、演起が多く残されており、足利氏が持ち込んだ文化を知る手がかりになる。主なものを以下に挙げる。教徳の乱集結後、今度は三内上杉家と大木谷上杉家との構想が始まった。 大木谷上杉定政が火災の大田道館を暗殺した直後の長教2年、山内上杉や貞が大木谷勢へ攻撃を開始すると、定政は小学坊、重氏、正氏らの支援を得て反撃し、相模美牧元、武蔵須賀谷原、武蔵高、三原の合戦で優勢に立った。しかし、明王3年に定政が陣中で急死した後、家督を継承した。 上杉智義が、駿河国の今川氏家や伊勢総武井らの支援を得る。一方で、今度は秋篠田が、第二代小学坊となった、正氏らの支援を得て、再度退陣し、栄昇元年武蔵立川らので、大木谷勢が退勝したにもかかわらず、栄昇二年に、山内勢が智義の本拠川越城を攻撃すると、智義は秋篠田には僕を申し出て乱が集結した。 この構想の中で、上杉秋貞は、小学坊との結びつきを強化する。堀越久坊の滅亡、上杉智義と外部勢力の結びつきなどの事件が続けて発生して、旧来の秩序が不安定化すると、秋貞は、関東官令として、正氏の元に出資し、さらに正氏の弟を養子に迎えて、後継者とするなど、関東官僚を小学坊、小一家となすことで、 いわゆる、久保官僚体制の再構築と、秩序回復を進めた。永正三年、足利正氏の着手である高本は、正氏との不和が原因で、岐阜の宇都宮・重綱を頼って、下野家・宇都宮に移り座し、久保家を動揺させる内紛が始まった。不和の原因はよくわからないが、例えば、高本が山内・上杉や貴田に対して、こと心なきことを誓った。 気象文を出していることから、正サを支えていた秋篠田と高本との間に問題があったと推定される。また、正サが山内上杉氏との連携を重視する一方、高本は対立する後北上氏を重視したことを取り上げる見解もある。他には、高本の性質は宇都宮氏から随分院を迎えているが、このように性質を周辺の伝統的豪族に求めた例はないことから、 高本と宇都宮氏との特別な関係も背景として考えられる。宇都宮氏をめぐる領主間構想に際し、高本が宇都宮氏に擁立されたとも言える。永正6年、秋篠原の調停により、高本は正氏と和解して古川に帰座したが、翌7年に秋篠田が越後で戦死した直後、高本は再び古賀城を離れて久保岡重臣。 柳田隆高助の関屋土壌へ渡る座した同時に、三内上杉家でも、家督争いが始まると、正氏は剣術を支援し、高本は剣房を支援したため、久保家と関東官理家にまたがる内紛に拡大した。永正九年、乗房が、剣術本拠の武蔵八方城を攻略した後、剣術は正氏を頼って、小賀城に逃走し、その直後に、正氏も、 小山政長を頼って、小山祇園城に移り出した。代わりに、高本が小賀城に入り、第三代小賀久保の地位を確立した結果、久保官僚体制は、正氏、秋貞体制から、高本、乗房体制に置き換わった。後に、乗房もまた、高本の公養子に迎えて、関東官令の後継者とする。13年、高方の中心人物である、 宇都宮茂綱が縄釣りの戦いで正氏を支持する佐竹義春岩木豊に勝利したことや正氏を支持する那須氏が宇都宮氏と同盟を結び高本方に寝返ったことや小山市内部において高本を支持する小山正ながらが主導権を握ることになると正氏の敗北は決定的になった。正氏は 大木谷上杉智義を頼って岩月城へ渡る座地、同十五年の智義死去後は関東院にて院生した。足利高元の弟である義明は、雪下殿の地位にあり、空前と称したが、原属して義明と改名した。初代、足利重氏の時代にも、弟の帝村が雪下殿として、自社による地方支配体制、いわゆる久保釈体制を支えて、 久保権力の一翼を担っており、吉明も同様の立場であった。英章の乱闘賞、吉明は高本に協力したが、高本が小学坊の地位を確立すると独立して行動し始めた。英章14年、数佐の丸谷津武田氏が高本側の下宇佐原氏から小弓城を奪取。吉明は下神戸省高柳から小弓城に移り座し、 自らをマッサージの後継であるとして、着流を高本と争ったため、これを小弓久保と呼ぶ。この結果、久保権力は分裂し、その一翼を担った久保社家体制も崩壊した。小弓久保は、大木谷上杉と義よ及び、安保国の里見氏日立国の小田氏田谷屋らにも支持された大勢力であった。北条氏綱も、マリアツ武田氏との関係により、 小弓久保を支持した。永翔16年、高本は小弓川の拠点であるシーズ城を攻撃したが、吉明は里見市の軍勢で反撃した。その後も小川川の高木氏拠点根ギ内城と小弓川の名塚里城など各地で激戦が繰り広げられ、小賀川重要拠点の関屋土城も小雲勢の脅威にさらされた。天文2年及び天文3年と、 小弓久防止時基盤となっていた安房の里見氏及び数佐のマリアツ・武田氏において連続して家督争いが始まった。この時、吉明は里見義とよ、マリアツ・シ王を支持し、北条氏綱は里見義高、マリアツ・信高を支持した。この家督争いの結果、特にマリアツ・武田氏は大きく衰退する。同じ頃、後北条氏の武蔵信仰を受けて、 大木に植杉氏の勢力も交代したため、小弓久保を取り巻く状況が大きく変化し始める。協力四年、小学坊が高本から、着難の足利春氏に、同時に関東関領も高本次男の植杉県館から、着流の県政に変わる。春氏が第四代小学坊となった後の天文七年、春氏の上位を得た古法上勢が、下佐河野台に進出した。 小勇勢を打ち破った。この結果、吉明が廃止して、小弓久房は滅亡し、子が、小弓分裂状態が解消された。第四代久房足利春氏は、北条氏綱の力を借りて、河の大合戦に勝利したが、これを契機に、小学房体制内における小北条氏の影響力が増大する。天文八年、氏綱の娘が、晴れ氏のもとにいる嫁する。 後の吉春院であり、次の子学坊になる足利義氏の母である。この子任は高本が後北条氏と約束していたが、春氏は放置していた。しかし、河の大合戦以後、小賀城直近にまで勢力を広げた、宇治綱の度重なる要請は無視できなくなった。以後、宇治綱は自らを小学坊足利氏、後一家、関東関領であるとし、 ご北条氏に警戒心を抱く周辺の伝統的豪族に対し、関東支配の正当性を主張できるようになった。大木谷植杉氏は、度重なるご北条税の構成に耐えきれず、大英四年に江戸城と岩月城を続けて失い、天文六年には、本居の川越城も疾患していた。しかし、天文十年、宇治綱が没すると、山内植杉氏、大木谷植杉氏は、 反撃を開始する。大木谷植杉智沙だと、三内上杉県政は、駿河の今川義元と図って小宝城勢を攻撃し、天文14年には川越城を包囲した。春氏は小宝城家を継いだ宇治安の要請により当初は生還したが、結局は県政の求めに応じて、自ら兵を率いて、川越城攻撃に参加した。しかし、 天文15年の川越合戦において、両上杉、小学坊の連合軍は、下兵の御法上勢に敗れ、友貞は敗死、剣政は、上野平井城に敗走、春ルも小賀城に敗走した。その後、剣政は、越後国に逃れ、上野国も御法城氏の勢力範囲内になる。劣勢になった春ルは、五法城氏の介入を排除できなくなり、 次の古学坊になるはずだった、足利富士氏を拝着し、天文21年には、自らも退いて、宇治安の老いにして婿である、足利義氏を第五代古学坊とした。吉氏は、ご法上氏の非護のもとで、久保権力を行使し、ご法上氏が関東諸豪族に介入することになる。吉氏は、家督継承直後の天文22年、 ご宝城市中心である東山市支配下の下佐国火災城におり、天文24年11月の元服もこの地にて行われた。以後、永六元年の鶴岡八幡宮に参詣するまで火災源と称されていた。天文23年、晴れ市と富士市は小賀城に籠城し、ご宝城税に抵抗したが叶わず、春氏は相模の秦野に遊兵された。3年、 春氏は、小賀城に戻り再度抵抗を企てるが、ご法城氏に近い久保重臣の野田氏によって、栗橋城に遊兵され、永六三年に没死した。永六元年、鎌倉にいた吉氏は古川に近い関宿城に移り、座した。これには、ご法城氏に従わない、久保重臣の柳田氏を弱体化させる目的もあったと考えられている。関宿は、柳田氏の基盤であったが、 小学校馬最吉氏の命令には、柳田誠介も従わざるを得ず、関屋土壌を明け渡した。A63 年、北条氏康が隠居して、北条氏政が家督を継いだ直後、長尾影虎が関東侵攻を始めた。影虎は、将軍、足利義輝から、お内垣書きを得た上で、越後に逃れた上杉則政を報じ、三国峠から上野に、進出した。A64 年、 足利義氏の関屋土壌を包囲し、小賀城には影虎が正当な古学坊として擁立した、足利富士氏が入った。この時、県政及び、影虎を支援する、この江崎久も小賀城に入る。一方、吉氏はご法上側に参陣するように、関東諸氏に対して、多数の軍勢催促状を発給したが、結局、小賀城に近い関屋土壌から退去した。 同年、影虎はさらに後北条氏本拠の小田原城を攻撃したものの、落城には至らずに撤退する。その直後、影虎は、上杉のりから三内上杉家の名跡を譲り受けて、関東管令も引き継いだ。上杉正虎、後にテルトラと改名した影虎と、北条宇治政はそれぞれ異なる古学帽を包帯し、自らの関東管令の正当性を争うことになった。 その後も両者は互いに攻防を繰り返し、A65 年には、北条宇治テルの攻勢を受けて、富士氏、典りらが、小賀城から退去した。a 6十2年、武田信玄の動向を警戒したテルトラと宇治政との間に、越相同盟が成立した。その結果、吉氏は小賀城に入り、小学坊の地位を確立する。しかし、小学坊及び、 関東関連の正当性争いが妥協によって終結したことは両者ともに関東関連への関心が低下したこと、区房官僚体制が機能を失ったことを示す。越相同盟以後、ご法上氏の関東支配が確定的になると、小学坊を擁立する必要性も低下した。小学坊の家臣の治療割も栗橋城に入った法上宇治テルによって実施され、さらに、 柳田氏、一色氏などの重心家ではこれまで、小学坊を支えた着流に代わって、北条氏に忠実な諸流が養殖を占めるようになる。そして、天正十一年、吉氏が男子を残さず、没した後にも、何ら対策が取られないまま、小学坊は自然に消滅した。なお、その後も小賀城には、吉氏の娘を用した小学坊宿老、家臣団がおり、 小川氏と市営自体は引き続き存続していた。関東地方の国人衆への関東部人の権限は五法上氏に移されたが、一方で足利氏に認められた特権であった五んの校長発給権を五法上氏が継承することはできず、新しい工房が決まるまでという名目で宿老衆が仮の校長を発給し続けた。天正十八年に五法上氏を滅ぼした。 豊臣秀吉は、小賀城に残された吉氏の娘と、小弓久保の子孫である、足利国朝との婚姻を成立させて、下屋国吉鶴川に所領を与えた。秀吉の目的は、名家の血筋が耐えることを惜しんだとする見解が、一般的だが、関東久保家の権威には未だ影響力が残っており、新たに、関東を支配する、徳川家康への牽制効果を期待したとの指摘も、ある。 古学坊の末裔は、江戸時代には、キツレガー氏と称し、大名格として明治まで続いた。なお、キツレガー家は、徳川家の家来筋ではないという江戸時代に得意な武家であった。維新後は、足利家政に服し、加名は現代まで存続している。ありがとうございます。